しゃべくりまつしろ始まるよ。はい、皆様こんばんは。12月16日月曜日、第164回しゃべくる真っ白の時間がやってまいりました。今日の真っ白はですね、朝から太陽さんの光が少ない今日ちょっと寒い一日でした。それではですね、今日のゲストをご紹介いたします。本日はですね、大勢お見えでいただいてるんですが、女性6名、男性1名、全部で7名の皆さんです。今日はですね、新作、真っ白民話紙芝居の制作に関わった方々をお招きしておりましてですね、民話紙芝居制作にあたって楽しかったことだとか苦労話、そういった形のね、お話をお聞きしたいなというふうに思っています。私の隣なんですが、NPO 法人夢空間真っ白の街と心を育てる会の副理事長のね、尾又光弘さんです。よろしくお願いします。尾又です。よろしくお願いします。ですね、紙芝居の絵を描いていただいた、そのお隣がですね、赤澤節子さんなんですが、私はやけどをしたタヌキを描きました。はい、ありがとうございます。続いて、この私後ろなんですが、小日向さん。私は土地を開いた玉依姫の御事を描きました。はい、ありがとうございます。続いて、丸山歌子さん。はい、私は恋の夫婦愛です。はい、ありがとうございます。続いて、池田明子さん。はい、私は、はい、雨を降らせた蛇の息子を描きました。はい、ありがとうございます。ですね、夢空間ではですね、清泉短期大学の連携をしておりましてですね、そのあれですね、こういった写真で、まあ、これ尾又さんちょっとまた説明していただきたいんですけど、ちょっと写していただいていいですか。はい、これ下の方写って、これが制作風景ですね、清泉短大さん。はい、これはどこでやるしたんでしたっけね。これは、文部学校ですね。文部学校でしたね。はい、こういった動きをしておりまして、その下もこれはもう後ほど、はい、はい、で真っ白の民話っても結構あるんですね。はい、これね、そうですね、60話ぐらいあるんですね。60話もある。はい、すごいですね。はい、でもまああとはあれですね、この全部で今、清泉短大さんと連携をしている、その中で清泉短大さん独自のもこの紙芝居を制作しているっていう形ですね。はい、そうですね。現在では20作作られているっていうお話を聞いております。はい、はい、それからですね、この後ろにおられますエコールド真っ白クラブの語り専科の、木下克美さん、よろしくお願いします。これ克美さん、何ですかね、この夢空間の中でこの街歩きセンターの中に一応紙芝居置いてあるんですけど、はい、貸し出しでやってますよね。はい、木下さんちも、まあ、借りていくんですけども、はい、どういったところへ行ってやられてるんですか。はい、ここに紙芝居の貸し出し表、一覧表ございますけれども、私たちは各小学校、はい、それから放課後の子どもたちが通っている児童センター、子どもプラザ、はいはい、また老人施設といって紙芝居を読み聞かせしております。ああ、そうですか。はい、そうですね。続いて、小沢光雄、三沢さん、はい、すいません、はい、よろしくお願いします。小沢さんもね、はい、あちこちと、はい、持って歩いてお話ししてるっていうんですけどどういったところをですか。そうですね、今の木下さんと同じ感じなんですけれども、はい、はい、小学校とか老健施設、それから、今の樋口邸とかなんか行ってやらせていただいてます。はい、あとあれですね、まあ、この夢空間がですね、民話紙芝居を制作するきっかけっていうのは何だったんですかね。現在ですね、はい、やっぱ核家族がね進んでおりますのでね、うん、はい、おばあさんからはおじいさんから子供へですね、はい、
いろいろ民話のね、伝承がなされてないんですね。はいはい、で大切なあの真っ白の、文化ですから、はい、それを子どもさんにね、継承していただきたいということから始まっております。はい、これも何年ぐらい？もう21年、平成の21年度から始まりましてね、長野のまちづくり支援金とあったんですけど、それがやっぱりお手伝いしていただきまして、それからずっと、毎年5話ずつ作りまして、現在では24話を作ることになってました。皆さんのご協力によりましてね、おかげさまで24話できました。はい、まあ、あとこれ、その一端として一部ですか、ね、こういう一部なんだけど、こういう夢空間が作った紙芝居の冊子ですね。これも町歩きセンターで一応販売はしておりますので、もしよければ買っていただければなというふうに思いますですね。それからですね、町歩きセンターでこれ、あのあれですね、イコールド真っ白クラブの方とのあれで、あの町を、回りながらですね、民話の紙芝居をしませんかっていうので、まあ、募集かけたりして年に2回ですかね、やってるのはね。これもあれあれですね、小沢さんたちの語り、あのエコールドの語り戦果が、あれですね、やってらっしゃるんですけれども、これあのまあ実際普通だと室内でやってるじゃないですか。でそうなると今度は小沢さんたちが現場で行ってやるっていった時には、どんな感じですかね。まあ、現場行ってやるときはそのね、あの、とこの雰囲気に合わせたような感じの、まあ、声を大きく、また皆さんあの、ね、来てくださる人に、あの分かるようにやらせていただいてます。じゃあ少し大きめに声張り上げなきゃいけないですね。はい、それからですね、あの、まあ、街歩きの、あれですね、紙芝居、これ今年毎年年2回やってるっていらっしゃるんでね。はい、そうですね。で、まあ、今回あれですね、まあ、皆さんにもお聞きするんですけども、あの小松さんからですね、その紙芝居の資料、まあ、文章だとか画用紙だとかって、その渡された時のその、 あのイメージっていうんですかね、どんなことから始めようっていう形になるんですかね。赤澤さん、いかがですか。私はその場面が浮かんでくるまで何回も読み返します。はい、それでイメージ作るっていう形ですかね。はい、丸山さん、いかがですかね。あの私もそうなんです。もう何回も何回も読んで、そしてそのイメージが湧いたところで、それでもまだよく読んで場面を考えますね。はい、池田さん、いかがですかね。はい、私も何回も、本当に何回も読みます。それで、参考資料をいただきましたので、それを本当にどういう場面に使ったらいいのかなっていう感じで書きました。おふなさん、いかがですかね。大体私もよく読んで、というか、あのこう場面ごとに、あの切っていただいてあるので、その場面を、まあ、思い浮かべるっていうか、この書いてあるのを表すにはどんな感じかなっていうふうに考えていますが、それとその参考資料をかなり的確なものをいただきますのでね、でそれを本当に参考にしています。でちょっといっぱい喋っちゃうけど、あの今回あの船を書くところがあったんですけど、あんまり私もあのきちんと見たことがなかったんですけどね、あの資料を揃えていただいたので、鱗のこう並び方ですかね、まあ、ちょっと私も初めて知ったんですけどでそんなこともあって、あの資料を本当に揃えていただけるので、とてもあのありがたいです。なるほどね、頑張りました。あとあれですかね、これ、まあ、制作日数ってね、あの余裕どのくらい小松さんあるんですかね。皆さんお願いする、6ヶ月ありますね。6ヶ月ありますか。はい、長丁場ですね。はい、これどうでしょう、皆さんそれぞれあの違うんですけども、赤澤さん、いかがですかね。6ヶ月あるんですよね。でも手をつけるのは一月前そうですか。丸山さん、いかがですか。私もそうなんです。そういうあの書くまでに考えてることが多くて、
やっぱり一月か一月半ぐらい前から、うん、さあって力を入れて書き始めるんですこれあれですかね、池田さんスケッチの回数みたいなって何回ぐらいあるんですか。スケッチは本当にあの場面を考えたら、はい、その場面を自分で一応は書いてみますよね、うん、メモかなんかに、うん、それでそれを何回も何枚も書きました、うん、これ最終的にあの画用紙っていうか、うん、あそこをいただいたのに書くのには、うん、5、6枚は書いたんじゃないかと思います。あれですかね、これ完成した時、はい、あれですかね、おびなすさんさ、あの完成後の初めにこう見せるっていうか読み聞かせした人ってどなたですか。私のは田中さんですかね、うん、に読んでいただいたと思うんだけれど、うんうんうん、やっぱりあの自分私はその読む方はどうもね、うん、あのダメなんですけど、はいはい、やっぱり語りの方に読んでいただくと、はいはい、あのやっぱり違う気がするんですけどね。わ、うん、かりました。まあいろいろちょっと聞かせていただきながらですいただきましたけど、まあ、最後にあの小沢さんにですね紙芝居のお話をちょっとまたちょっと本番でやっていただければなというのでちょっと用意していただいていいですかね。でまあこれはあのお話を聞きながらですね、まあお別れしたいと思いますが、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。松代民話より、天狗と殿様、え、丸山美津子。400年ほど前、松代は田丸という殿様が治めておりました。ある時、田丸公は鷹狩りを計画しました。殿様の計画を聞いた家来たちは口を揃えて殿様をいさめました。水上山は神様の住む場所、生き物は捕らえてはならない決まりになっています。それに侍従坊という天狗がいて、山を荒らす者に仕返しをすると言われています。殿、どうか鷹狩りはおやめください。しかし田丸公は気の強い殿様で、家来の言葉に少しも耳を貸しません。大天狗かカラス天狗か知らぬが、恐れることはない、それ用意をいたせと家来たちをせき立てて水上山へやってまいりました。時ならぬ大勢の人影に、あちこちから小鳥やキジやリスやウサギが飛び出してきました。これはよしと一人の男が訓練を重ねてきた鷹を空にパッと放しました。鷹は小鳥の群れを見つけると矢のように追いかけていきました。とその時です、どこからか一羽の大鷲が現れました。獲物を捕らえるために十分訓練された鷹ではありましたが、大鷲には歯が立ちません。田丸公や大勢の家来たちがあれよあれよと見上げる中で、大鷲はこともげなく鷹をひょいっとつかむと、大きな木に止まり、その鋭い爪で鷹の体をズタズタに引き裂き、そのくちばしでところ構わずつっつき始めました。怒ったのは田丸公です。不届きなわしめ、あれを撃て、鉄砲の得意なものを呼べ。すぐに名人と呼ばれる者たちが何人か集まってきました。バンバンババババン、一斉に弾が発射され、あたりに耳をつんざくような音がこだましました。やめ
どんな大鷲も名人たちの狙いすました賞を受けたのではひとたまりもありません。たまる子もしてやったりと北総院で見ながら消えかかった煙を透かして木の上を見ました。なんとしたことだ。たまる子も家来たちも我が目を疑いました。なんと大鷲は涼しい顔をして鷹の体をついばんでいるではありませんか。家来たちは震え出しました。殿勘弁してください。あれは間違いなく侍従坊大天狗、仕返しが恐ろしい。とみんな顔を青くして一歩二歩と後ずさりを始めました。何を恐れる、鷹がわしではないか。と家来たちの気の弱さを叱ってはみたものの、たまる子ははい、ありがとうございました。はい、はい、どうも小沢さんありがとうございました。今日はどうもいろいろお聞きしましたけども、皆さんまた頑張っていただいて、大いに活躍していただければなというふうに思いますので、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。うん、ご苦労さんでした。ありがとうございました。どうも大変でしたね。お人数で珍しく、ね、はい。もしかしたら来週もまた。あ、まあ、来週もちょっとね。ご苦労さんですね。はいはい。いや、お疲れさんでございました。もう本当に。ところで来週なんでしょう。来週はね、はい、真っ白にね、いろいろ文化財があるんですけども、今度は文化財審議会がですね、真っ白のね、施設登録文化財に答申されたっていうので、この間新聞に載ってるんですね。そんなお話ね、どういうふうにすれば答申できるのかとかね、どういうような形で動けばいいのかっていうのをね、そんなお話をちょっと聞ければなって、いいかなと思って。素晴らしい。はい。どのぐらい、結構数多くされたんじゃないですか。そうですね、結構、はい、答申されてね。答申されましたね。で、まあ、これ長野市教育委員会のね、文化財課の専門主事さん、徳拓さんって方に、その方にちょっとお話を伺いたいというふうに思ってます。はい、素晴らしい話が聞けますね、はい、だと思いますけど、来週も2週続けて皆さんご苦労さんです、はい、どうも本当にありがとうございます。じゃあそんなことで、それでは来週のしゃべくりましょう、はい、どうぞお楽しみに。よろしくお願いします。はい、しゃべまた見てね。